まあ、なんでそのブラジルに行こうと思ったのかなっていうのが、聞きたいかな。そうですね。まず、まあ、なんていうの、大学に行く気は全然考えてなかったっていうのは一つあって、もうそれはなんか、よくわからんけど、小学校ぐらいから俺はもう大学には行かないって言ってて、まあ、それはずっと思い続けてて、で、まあ、高校2年生の春ぐらいかな。その、もう、ヨタにお前話したけど、そのふざけた話だけど、夜寝てて、なんか、いつもは、身内でサッカーしてる夢を見てるんだけど、その時は、その南米の方でサッカーしてる夢を見て、それがもう、今まで経験したことないぐらい楽しくて、もう、これだ、みたいな。もう、俺はもうこれや、みたいな。ピンって来て、で、それで朝起きた瞬間に、もう母親に、俺ブラジル行くわ、言うて、宣言して、そっからもう、何、ブラジルに向けて準備というか、もう行こうって決意した感じかな。それが高校3年生のいや、高校2年生の春だから、ま2だ、年生春なんだ。だから4月とか5月とか、高2になったばっか。あ、そうだなからんだ。みんながちょっと進路考えようかなってなってきた頃ぐらいに、もう俺それで、ピンってきて、俺は決めたと。そんな早くにもう固めたんだね、決意を。固めたね。早かったね。だから意外と。でも進路さ、相談とか。進路相進路談。相談。担任の先生にちょっとびっくりされたもんね。ほんとさ、キャプテン翼のね、感じだよね。いや、本当そうだね。だって、だってさ、なんだ、小学生の時はさ、その大学行かないっていう気持ちとかわかるけど、でも俺らが高校生ぐらいになった時ってさ、やっぱ大卒の J リーガーが増えてきた中だったじゃん。でもやっぱりそこでも、全然、そういうふうにはなんなかったの。全くなんなかったね。なんか大学に行くメリットを感じなかったね。なんか大学ができるとは分かってたけど、で、まあ、言うたら、大学ってサッカーだけじゃないじゃん。その人間関係って、勉強もそうだし、まあ、いろいろなことがあるじゃん。まあ、それが、いい面もあるし、悪い面もあると思ってて、そこでサッカーに集中もできて、勉強もできてってできるんだったら、いいと思うけど、俺は、もうサッカーだけに集中したいって思う。高校の時も、勉強してたけど、邪魔だなって思った、正直。だけど、まあ、高校は行ってるし、まあ、ある程度、その選択肢としては、やっぱり勉強もしなきゃいけないし、まあ、必要があるからしてたけど、まあ、サッカーだけに専念したいなって気持ちはずっとあって。まあ、その気持ちがあったから大学はなしだったし、で、10代のうちに海外に行きたいっていう気持ちも、まあ、あって、まあ、ブラジル、で、そういう夢も見てたし、もう、ぶれなかったね、そっからね。いやもうほんとそれがね、すごいなと思って。まあ、特集。そうだね。じゃあもうそこからは本当もうブラジルに行く準備をしてたの、ずっと。高校2年生から。そう、でも準備って言っても正直、まあ、何していいかもわかんないから、まあ、とりあえず本屋行って、ポルトガル語の本買って、たまってたけど、でもまあ、普通にサッカーしてただけだったけどね、それまで、普通に。高校の時とかさ、やっぱ自主練とかめっちゃしてたの？めっちゃしてたよ。まあ、5時とか5時半ぐらいから練習始まって、まあ大体7時か、まあ7時半ぐらいに終わるよ。俺、家から車で、なんか、チャリで5分ぐらいのとこ住んでたけど、家帰るの10時とかやった。あ、そうなんだ。2時間ぐらい自主練とかしてた。だから、休みとかも、なんか、やろうぜ、っつって、なんか5人で、ボール蹴ったりもしてたし。めっちゃサッカーしてた、高校の時は。あ、そうなんだ。だってね、
あれだよね、多分関東大会行ってるもんね。関東大会行ってる、高校に、高2の時に。ああ、そうだよね。うん。なるほど。で、もっと考えてサッカーしてたら、もっと上手くなったなって思った。ああ。思う。今思う。今思う。あの時はがむしゃらだったよ、やっぱり。うん。がむしゃらにサッカーしてたけど、今思ったら、うん、まあもうちょっと考えてサッカーできてたら、もっと成長できたなって思うな。なるほど。そのさ、感覚にさ、その、行き着いたのはさ、いつぐらいからなの？その、もっと考えてたらっていう、その考えるっていうことに行き着いたのは。そうだね。まあ、金沢行ったぐらいからかな。あ、そうなの。結構遅かったよ、正直。へぇ。それまではがむしゃら、本当に。プロ入ってから。きっかけあったの？なんだろうな。なんかね、正直、その J1 の大宮から J2 の金沢に行ったんだけど、うん、まあそこら辺から、なんか、自分がどうやったらチームに、どうしたらチーム良くなるかなって考えるようになったんよ、ちょっとな。うんうん、その時 J2 で、降格争いしてる金沢に入ってんけど、このチームを良くするためには何が必要かなっていうのを考えるようになってん。うん。なんか、大宮の時とかは、もうどんだけ自分出せるかとか、うん、もう自分がうまくいくようにとか、もう自分ばっかりだったけど、うん、ちょっとチームのこと考えたりとかするようになったのは金沢からで、うん、そしたらなんかいろんなこと見えてきて、うん、まあチームのこともそうだし、自分のプレーもそうだし、うん、それぐらいからかな、なんかいろいろ考えるようになったのは。へえ。だからさっきというかね、ちょっと話したときに、自分のプレー全部説明できるって言ってたじゃん。うん。その感覚も、その金沢に入ってぐらいかな。そうかな。うん。だと思う。へえ。入って、まあちょっとしてからかな。それはさ、その指導者との出会いとかじゃなかったの？なんだったの？その、まあ自分で考えるようになって、自分ででもさ、考えるだけだとさ、がむしゃらにさ、今まで頑張ってきてるから、そのさ、発想にさ、たどり着かないと俺は思うんだけど。あ、そうだね。だから指導者じゃない？金沢の監督が、まあ、厳しかったよ。うん。柳下さんやねんけど。正直行った時は、なんか、細かいなって思ったね、ちょっと。なんか基本に忠実というか。うん。なんか、柳下さんの考え方があって、それは、こなしてほしいっていうのを、もう厳しく言う人やったよ。それ、こなせないんだったら試合には出れないよ、みたいな。うん。だから、そこで、まあ、そういういろんなやり方とかを、まあ、学んでいく上で、必要なことだったりとか、を、考えるようになったの。へぇー。例えば。例えば、守備の立ち位置とかかな。まあ、守備攻撃の立ち位置。なんか、今の、俺のサイドバックとして何が一番考えてるかって、やっぱ立ち位置だと思うんだよね。うん。なんか立ち位置のとこで、その、どうやって相手を剥がせるかとかもそうだし、うん。1対1で正対したときに、どういう体の向きとかもそうだし、どこに立つかっていうところで、すごい変わってくるし、まあ自分にも余裕生まれるし。うんうん、うん。なんていうんだろう、プレイがあった方が説明しやすいけどね、なんか。ああ、そうだよね。ちょっと切っとけば。うん。なんかねさ、この前の千葉とのね、ゲームを、うん。90分ちょっと見させてもらったんだけど、うん。いや、ビルドアップとか、やっぱりすごい、なんだろうな。いや、なんか、単純な言葉で言うと、うん。ミスがないって思いました。めちゃくちゃ。それはね、だいぶ昔よりめっちゃ減ってると思う。その、ちょっとしたミスはあるかもしれないけど、うん。ミスらないようにするための準備っていうのをすごく意識してる。そう。だから、感じはすごくした。センターバックからパスもらうときに、うん。まあ、
何？自分が高い位置を取りすぎたら、その相手に捕まっちゃって、うん、その、相手からプレッシャーを受けやすくなるし、ボールを後ろ向きでもらっちゃうか、こともある。だけど、やっぱその相手との距離感を考えて、うん、自分が、なんていうの？自分がどこにでも蹴れる位置にボールを置けるように、その相手との距離感を考えて、立ち位置とってんねん、うん。それと、あと味方との距離感、そのセンターバックとの距離感と、うん、センターバックに行ってるマークが、どれぐらい、どの立ち位置かによって、その自分の高さも変わってくるし、うんうん、でそこをめっちゃ細かく修正してる。なるほど。だから、斜めに、前につけるパスもつけやすいし、うん、まあ、それ無理だったら、すぐ、テンポ出して、なんていうの？違う選択肢をする。変えるのもそうだし、もう一回リターンするのもそうだし、うん、決断は早くなってると思う。